はい、おはようございます。今日は2020年4月10日、エイプリル10、金曜日、フライデーということですけども、このチャンネルはですね、チンゲンサイ栽培に関わるね、あらゆる活動を通してですね、全世界の人にね、チンゲンサイの魅力を少しでも知ってもらおうと、そしてまたその活動をもう一つ通して、小さなハッピーをね、これまた全世界にばらまいていこうじゃないかというそんなようなチャンネルとなっております。今ね、初めてこのチャンネルにたどり着いた方、このおっさん何言うとるんやと思われるかもしれませんが、まずはねチャンネル登録していただいて、ここで切らずに続けてみていただくとあなたにもハッピーが訪れますよということで、今日も元気よくスタートしましょう。それでは皆さん、ハッピーチンゲンサイ。はい、お疲れ様です。今日もねこれ昼から天気になりましたが、ということでね、今日はね、まあ、昼から母ちゃんと2人で、もう息子はね学校が始まっとるんであれですけども、今日はね母ちゃんと2人で、植えていこうと思うんですが、母ちゃん今度そろそろ来ちゃいけんのに、もう出荷終わったんでね来るはずなんですけどね、何しようのかな母ちゃん。母ちゃんトラクターで来たで、やるじゃん母ちゃん。はい、田植え行きなさい、私に任せて。田植えはまだじゃけど。はい、ということでね、まあちょっと茶番でしたけども、まあね、実はこれさっきからね、これ乗る前にちょっと、練習、今日初めて練習したんでね、その風景をちょっとご覧ください。はい、ということでね母ちゃん、いよいよ今日からトラクターのレッスンスタートですよ。大丈夫？ね。はい。ぶつかったらは？大丈夫大丈夫、ぶつかりませんよ。で、あっちの母ちゃん大丈夫よ。ミッションの免許持っとるだけ。それがクラッチね、あっちの左の足。うん、それ一番奥までグッと踏んで、でエンジンかけてみて。なったら、いや、とりあえずクラッチ離してもいいよ。離すの大丈夫。で、これがアクセル。踏んでみて。こう、バンバン。ね。で、これもアクセルだけど、これもアクセルなんや。仕事するときは、もう不満でもずーっとアクセル踏んだことと同じで、で仕事するときはこの回転数が2500ぐらいね、もう2500ぐらいで仕事するだけど、まあ今日はまず足のアクセルです。でクラッチ踏んで、これが1、ね、これが2、で3、4、そうよ、3ぐらい、まあ2ぐらい、ちょっと、まあ2ぐらいでいく、2ぐらいでクラッチ踏んで、これがこれを奥にグッと入れてみて、クラッチ踏んだまんまよ。それが前で引いたらプル、それバックで真ん中がニュートラル、
じゃあ前に入れて、でクラッチ離して、ね、でアクセルで、アクセル、ストップはクラッチ踏んだら止まるけど、ね、でもあれはブレーキじゃないよ母ちゃん、クラッチだけ。これ坂じゃったらクラッチ踏んでもずっと動くよ、ニュートラルで、わかる？で、あれをニュートラルにして、そしたらクラッチ離しても大丈夫。で、ブレーキはこれ。これがブレーキ。ああ、それはまた。これがブレーキ。じゃあちょっとバックしてみて。バック。疲れた。まあまあまああんな感じで、まあいろいろあるんだけどね、まだこれが下げたり上げたりするんだけど、うん、これは上げたり下げたりするけど、これはまあまあロータリー作業はまた教えるけど、とりあえずは全身バックとこうね、ドライブができたらいい感じ。まあこれをねちょっとずつ練習していきましょう、母ちゃんよろしく。はい、ということで、まあ今日初めて母ちゃんとああいう風にトラクターの練習スタートしたんですけども、まあ今からね、田んぼの方もぼちぼち、まあうちはもうちょっとまだすぐ言うわけじゃないですけども、まあこれから田んぼも始まっていく中で忙しくなるんでね、母ちゃんがこっちのハウスの方のトラクターでの耕運作業ができればね、僕もちょっとは楽になるので、母ちゃんがトラクター練習しちゃうというんで、今日からちょっとねスタートしてみました。どうでしたか、乗り心地は？ちょっと怖かったまあまあ慣れたら簡単よ。まあとにかく後ろのロータリーだけね、あれ危ないけほんま気をつけて、まあその辺はまたゆっくりちょっとずつ練習していきましょう。それは農家にしよう。はい、そうそう、助かるな。I'm a farmer I'm a farmer じゃあ今日は今からね植えていきますね、この苗をね。とりあえず今日はこれをスタートしましょう。植えますよ今から、はい、スタート。はい、ということでね母ちゃんお疲れでした。お疲れ。はい、今日もね2人で植えたわけですけども、その前にね、植える前に今日は母ちゃんのチャレンジコーナーということでね、ついにトラクターの運転にチャレンジしたわけですが、どうですか母ちゃん。 I'm a farmer challenge accepted ということでね、これからどんどんまあステップアップしてね、ロータリーでの耕運作業ができるようになればね、僕も助かりますし、母ちゃんのスキルアップを目指してね、ちょっと毎日はレッスンできないかもしれませんが、ね、時間があるときにチャンスがあればレッスン2、今日はレッスン1、レッスン2、レッスン3とステップアップしていきましょう。はい、ということでね、今日は金曜日週末ですけども、皆さん良い週末をということでね、広島県も週末は自粛要請が出ました、県知事の方からね、ということでね、まあいろいろ大変ですがみんなで乗り切りましょう。 Keep safe everyone、 お互い気をつけましょう。はい、ということでね、そんな感じで今日はお別れしたいと思います。
それでは皆さんまた明日、ハッピーチンゲンサイ。あら、お酒神じゃ。